皆さんこんにちはそれでは令和2年2020年論文式試験企業法の公表を始めます担当はレクセン講師の森村ですでまずは全体公表からですけれども、えーと 1> 第1問はですね問題1が特定の株主からの事故の株式の取得の手続きの問題でしたまあこれは普通の問題といいましょうか、えー、皆さんも準備されてたんじゃないかと思いますで第1問の問題には支配株主の移動を伴う募集株式の発行等の問題ですね平成26年改正点の数少ない生き残りですから そういうういいい観点でで準備されてた方も多いんじゃないでしょうかねで。次、第2問の問題1は議案要領の通知請求に関する問題ですね。まあ、これはちょっと意表を突かれた方も多かったんじゃないかと思います。で、第2問の問題2は議決権行使の代理人を株主に限定する定款規定に関する問題ですね。まあ、これは皆さん準備されてましたでしょうね。 ではもうちょっと個別的に見ていきますと、えー、第2問の問題1ですけれどもこれはあのえこれは平成29年の司法試験予備試験で取材されてまして、えーまあ、そういう観点から志村先生が一押しだった。 論点でしてそれでレックでは「ロングレ・トーレの第9回の第2問でですねご覧になれる方はぜひご覧になっていただきたいと思うんですけども、えー、まあほぼそのまんまの問題ですねツイッターのレック公認会計士課の公式でもですねツイートしてると思いますでこの論点は私もですねえー、っとその これは出るんじゃないかっていうふうに志村先生と話してたんですけどというのはこれ百選のですね判例百選の59事件なんですけどもこれは実はですね全試験委員が執筆されてるんですね。でその全試験委員全全試験委員が執筆された判例表釈が取材されるっていうのはこれはよくある話でしてで以前からそのもう試験委員辞められたからもうこの論点出さなくていいやと思うと翌年 本試験出ちゃうなんてことがあってですね。でそういうことのないように全試験員全全試験員の判例表尺も今回はですね今年はちょっと網羅的にチェックしたというそういうことですね。でまあそれが <laughs> 前ぐらいに当たりましたと。で次ですけども。 同様にと書いてある第1問の問題1ですね自己株で第2問の問題2代理行使まあこれはまあ普通割と普通の問題でしたけれどもこれについてもロングレトーレンで出してます9回と2回で出してますこれもまあほぼ同じような問題出してますね、まあ、代理行使はまあそのままですからね典型論点だったので。 問題ないいとは思いますで残りの第1問の問題に特定引き受け人なんですけれどもこれがさっきもちょっと言いましたけども平成26年の改正点の数少ない密出大論点でしてこれはですね私が是非特定引き受け人という単語だけでも出したいっていうふうに志、えー、村先生と最初に論点出しを毎年するんですけども、えー、そういう話をしてましてで当初はですねこれ えと本試験と同じように募集株式の発行の差し止めと無効とセットで出そうかと特定引き受け人に対する手続きがえなんか問題があるっていう問題をもう想定してたんですけどねただどうせ特定引き受け人出すんだったら募集株式の発行と分けて出した方がそれで2問分稼げるんじゃないかっていうんで分離しちゃったんですよね別々の問題で出しちゃって今考えてみると。 惜しいことをしたなというふうに思うんですけども、ま後の祭りですね。それで、えー、まあ、こんなことを言っててもしょうがないんですけど、で、えー、っとまあ今後もですね、やはり試験員の先生の関心を踏まえた出題というのは、これはあの受験生の方がどうこうという問題ではなくて、答弁出題する作文をするですね、講師の側がやはり気をつけていかなきゃいけないなとは思います。 あとは平成26年の改正点というのはもう残りもほとんどなくなっちゃいましたけどもこれもやっぱり来年も注意しておかなきゃいけないなという感じは受けました。はい、それでは、えー、問題見ていきましょう。 1> でえー、第1問ですね問題1が株式の分野からの出題で事故の株式の取得ですこれは制度説明型問題ですよねで回答用紙が10行しかないんですよねで問題2が回答用紙20行ありましてこれが制度説明型問題にプラスして論点型問題と複合型の問題ですよね 全体を論点型問題ととししてて構成してもいいいは思いますで問題1が分野は株式で事故の株式の取得問題2が資金調達の分野で特定引き受け人と新株発行無効の訴えが絡められた問題ですね。でマークしてあるところはあのこういうところを気をつけて問題文を読んでいきましょうっていう、えー、そういうポイントですね。 では読んでいきますと、高株式会社は公開会社であり、種類株式発行会社ではないと、まあ、これもよくあるパターンで、公開会社ということは、もちろん取締役会設置会社なんですけれども、公開会社で種類株式発行会社ではないということは、全株式譲渡自由だということ、さらには議決権制限株式等も発行していないということですね、で公会社はその発行する株式を金融商品取引所に上場していない。 これは161条は書かなくていいよっていいよとうネガティブリストだと思います161条で市場価格のある株式の場合には追加請求権をその与えなくていいって規定があるんですけどもそれは書かないでねっていうことですよね。で、高会社の定款には単元株式数についての定めは設けられていないということは1株1議決権で計算してもらえばいいということです。でこのの場合ににおいて次問問題1及び問題2に 答えなさいとで問題1公社の創業者である A は公会社の株式1000株を保有していた公会社は平成30年2月公会社の経営から退きたいとの A の意向に応じ A の保有する公会社株式を全て優勝で取得することとした特定の株主からの株式の優勝取得ですから160条の問題だなということですね160条の問題。会社は A 以外の株主から 公会社株式を取得することを避けたいと考えているとで、公会社が A のみから公会社株式を取得するために必要とされる会社法上の手続きについて説明しなさいまあ、この最後の問題文実は読み方2つあるんですけども A のみから取得するためにためにどんな手続きが必要なのかっていうとそれはまあ追加請求権の排除ですよね 160条の問題で,で160条3項には追加請求権があるからそれを排除したいわけですよね。でその排除としてですね排除する方法というか場合として161条と164条がありますけども161条の市場価格のある株式ではないのでそっちは書いちゃいけないとそれとも164条しかうん書くことがないんですよね。だかかららあらかじめめめ定定定定で排除するるものを定めてでそのをてそ 規定を設けるるためには株主全員の同意が必要であるというところまで書きゃいいんじゃないかなというので回答はそこまでしか書いてないですけどもちろんその後あの株取締役会設置会社ですから取締役会の決議があってで通知がなされて何とかっていうことになりますけどもまあそれは10行しかないしいいかなっていうのでそこは書いてないです。 で問題にですね公会社は令和2年2月の時点で、えー、財産の状況は良好であったかとこれは何を言ってるかというと206条の2第4項正しがきは触れなくていいよと条の2第4項正し書きは触れなくていいよと、まあ、これあの、触れなくていいっていうのはこれに当たらないってことはですね 4個正し書きに当たらないってことを一言断り学で書くべきなのかどうなのかって悩むところなんですけども大体いい行数が足りないのでまあこれは触れなくていいって指示だなっていうので、えー、触れてませんでさらなる企業価値向上のため公会社株式1000株を保有するオツ株式会社との間で資本関係を強化することに合意したとなおオツ会社は公会社の親会社ではなかったとこの親会社ではなかったって何で書いてあるのかっていうとこれは 206条の2の第1項正し書き206条の2第1項正し書きは書かなくていいよってことですよね、まあ、これなんかは全く触れなくていいですよねきっとねで段落ん変わりまして「公会社の取締役会は令和2年2月5日オツ会社のみを引き受け人とする募集株式を発行すること以下本件発行というと」を決議したとでこれ取締役会で決議してますけども公開会社ですのでそれで特に問題ないですよね201条1項は えー OK、だってことですよね講会社は、えー、同月、えー、6日本件発行に係る募集事項として募集株式の数は2,000株とすること払い込み金額は10万円でおつ会社に特に有利な払い込み金額ではないとすること払い込み期日は同日27日とすること並びに増加する資本金および資本準備金に関する事項のみを 報告したいいうふうふに書いてますこれいっぱい書いてますけどこれ何っていうと実は199条199条の1項ですね条文をお持ちの方は見ていただきますと199条1項の1号が募集株式数2号が払い込み金額で4号が払い込み期日で5号が増加する資本金および資本準備金についてですねってことは全部199条 えー失礼えー、201条一項の二百一条4項の,うんとその広告事項として欠けるところはないということですね。201条3項4項で通知または広告しなきゃいけませんけどその広告は、えー、適法に行われてるということです。ああと特に有利な払いい込み金額でははって書いて書るのは これは199条3項は考えなくていいので取締役会決議だけでできちゃいますよということを言ってますよね。で同月26日における、えー、公会社の発行済み株式数は発行済み株式数は4000株であり公会社は自己株式1000株を保有していたとこれはまあ議決権の話で。 議決権割合でで問題ととなるところです、ね、でオツ会社は令和2年2月27日に払い込みを行い当該募集株式を取得したと株主になったわけです。で同日における公会社の発行可能株式総数は1万株であった本件発行の効力について論じなさいとで発行可能株式総数が1万株で,で発行した後もの数が6,000株ですからそこも問題ないよ触れなくていいよっていうことですよね。で最後聞かれてているののが本件発行の効力について 論じなさいといととうことですで回答例では原則無効原則無効で特段の事情があれば有効という、あのー、差し止め自由なければ有効という平成9年の最高裁判決と同じロジックで書いてます。はい、でまずは答案、えー、構成行く前に解説を。 見てください第1問の解説ですね <laughs> で第1問の問題1位は「えー、売り主追加議案請求権を有する旨の通知これを消したい」ってことですよねで消したいって例外聞かれてますからまあ,あれ原則から聞きましょうっていうことでこの原則はやっぱり書いといた方がいいですよね原則例外という形で答案構成した方がいいですよね。 問題には支配株主の移動を伴う募集株式の発行等における督促ですから、えー、と本問で何が問題なのかというとこの206条の2第1項2項の通知広告に関し手続き面に瑕疵があるということですね、えー、と201条の通知広告には問題ないわけですよね。 そっちは問題なくてこの206条の2の通知広告に関して問題になるそれが無効かどうか聞かれてますからでこの無効かどうかは新株発行無効の訴えに載せなきゃいけませんからその無効原因として論述していくということになります。でこのあと青のマーカー引いてあるところはこれは回答例で取らなかった説です回答例で取らなかった説つまり株式発行は無効とはならないっていう無効とはならないっていう考え方の数字で書いてます。 つまりこれはですね公開会社っていうのは株主総会の特別決議を経ずに公開会社において例えばあの有利発行でね本文ではそうじゃないですけども例えば有利発行で株主総会の特別決議を経ずに発行がなされちゃった場合でこの場合でも基本有効でしょ株式取引の安全を重視するということで公開会社においてはその株式が点々流通する A から BB から C ってどんどん流れていくのでそれを後から無効ってしちゃうと影響が大きいのでもうやっちゃったらしょうがないと。だから 効力が生ずる前に差し止め請求で何とか片付けてくれと、で、もう効力生じちゃったらもう有効ですっていうことにしてるわけですよね。それがまあ判例ですよね。株主総会の特別決議を無視した場合だって有効にしちゃうわけですよね。で、それがなんでそういうことが許されるのかっていうと、その方や株式取引の安全はすごく重視しなきゃいけないっていうのと、もう一つは公開会社におけるこの既存株主の利益保護っていうのはその経済的利益の保護にあると。 公開会社ですから、まあ、株式の譲渡,譲渡というか取得はまあ比較的自由にできるとそうすると持ち株割合が持ち株比率が下がってしまってそれが嫌だって言うんだったらその株式買ってくりゃいいじゃないかっていうようなところがあるわけですねであと経済的な利益の保護に関してはその業務執行者取締役等に対する429条等の損害賠償責任を追及することによってつまり金で型がつくっていうそういうことですよね。 だとすればその流れをこの流れを重視すれば通知広告が行われてなくてもえ結局206条の2でねえその保護しているものを保護しているものは何かというとこれは事自故己自己の支配比率の維持ではなくて最終的にはこれ株価の低下というものを実は保護しているんだという考え方なんですよちょっとえって思うかもしれませんけども特定引受人が生ずると何がまずいかというと特定引受人というのは結局今後会社を支配していくものですよね。 そうするとそういう人が新しく出現するっていうことでその経営陣自体が変わってしまうとそうするとそれによって自分の持っている株価が下がってしまう可能性が出てくるわけですよね。ハゲたかファンドがその、えー、支配株主になってですねそれでその結果としてそのいわゆる消毒化経営っていうその焼き畑経営ですよねあの会社の財産をどんどんこう売っ払ってしまうようなそういう経営をされる。 とまずい。何がまずいかというと株価の低下だっていうような一つの流れもありますよね。だとすればこれも経済的利益を保護している規定なんだから206条の2もね。だとすればうん株式発行は無効とならなくていいんじゃないかっていうことですね。そういう説もあります。ただこの回答例ではそういう説では書いてないです。で、あ、それでそれでですね。でこの この説になぜこの説を取らなかったかの一つの理由としてです、ね、本門のような場合には本門ってこれあの特定引受人に対するもちろん株式の発行なんですけども。その こちらの反対説の考え方とすれば公開会社においては株式の譲渡が自由だから A から BB から C って点々株式が流通していくだからその株式取引の安全は強く保護しなきゃいけないということが前提にあるわけですけどもところがですね特定引き受け人が生ずるような場合特に本問の場合は資本,関係を資本関係を強化とかっていう言葉が出てましたよね、確かね資本関係を強化するという。ってことはですねその株式引き受けたのはオッ会社でしたっけオツ会社はその株式を 引き受けて株主になったらその株式をそんなに容易に兵から手、手からその棒っていうふうにこう譲渡するはずはないだろうっていうそういうことですねだから特定引き受け人が当該株式を簡単に売却するとは考えにくいので株式取引の安全というのはそんなに考えなくていいんじゃないですかっていうことですねそして翻って206条の2の趣旨を考えてみると それはどういうものかというとですね一般的にはね一般的には既存株主の持ち株比率の希釈化を防止しその利益を保護するためっていうそういう説明がなされているんですけども例えば立法担当者はどういう説明をしているかというとですね公開会社の株主はその公開会社ですからね自分自身の持ち株比率にはそんなに大きな関心は持たないことが多いと。 例えば、まあ、公開会社ですからその辺のもそれこそトヨタとかソニーとかっていう会社を、まあ、本門では上場会社じゃない,ないのでそこまで大きくはない,だとなないんだと思いますけどそういう会社を想定すれば自分の持っている持ち株数っていうのは例えば100万分の1ぐらいしか持ってないと100 1万分の1それが今度、募集株式の発行で,です、ね、200万分の1に下がってしまったからといってそんなに大きな影響は初めから影響力がな,ないんだからないよねっていうことなんですよ。 じゃあなんでこの2 0六条の2という特定引き受け人の手続きが平成26年で新設されたかというとそれがこの一の会社に支配株主が出現したり二支配株主が変動したりするとそれはその会社の経営者千人権千人母体というか千人権力というかそれが変わってしまうわけですからそれによってですねそのいい経営者を選んでくれて株価が上がる可能性もあるし悪い経営者を選んじゃって。 株価が下がが下ってしまうう可能性があるということいこですよねそうするとそれっていうのはうんやはりあの大きな問題だということで大きな問題だということで公開会社においてもその取締役会限りで、えー、募集株式を発行できるんじゃなくて株主総会の普通決議による承認というものを追加的に平成26年で、えー、規定したんだっていうそういう筋です。そそううするるとととの広告に歌詞があるということは えー、その株主の既存株主の重大な利益を保護しているのでそれは重大な法令違反になるんじゃないかという筋で書いてますこれはまあどちらの筋を書いてもらってもいいとは思いますで当1構成ですけれどもと問題1は、えー、まず原則としての特定株主からの事故の株式の取得手続きこれが原則ですねこれが原則 で聞かれてるのはこの例外聞かれてるわけですよなので、えー、原則から書いていきましょうっていういつものパターンですよねで原則は何ですかというと株主総会の特別決議によって、えー、160条のその特定の株主に対する通知するっていうことを決議するわけですねでその時に株主間の公平を図るために、えー、株主追加議案請求権というものをが 法律上認められてですね、それがあるよってことを通知しなきゃいけないって、これが原則の手続きですね。これを排除したいわけですよ。これを排除したいと、えー、これを排除したい。その排除の手続きですよね。これを排除したいので、これをバツにしたい、バツにしたいので。 でさっき見たように取引所には上場されてないので161条は使えませんとだから定価の定めが必要ですねその定価の定めをするための手続きとして同164条2項で株主全員の同意が必要ですねって、まあ、これぐらいですよね10行しかないですからねこれでいいと思います。 で問題2ですけどもこれも原則例外の問題ですね縦位置で公開会社における募集株式等の発行手続きは取締役会決議でできますよっていうこれが原則ですよねこれだけでできちゃうとただ例外としまして、えー支,配えー、支配株主特定引受人というものが出現する場合には えと通知広告 <laughs> 株主に対するその旨の通知広告をしなきゃいけなくてで株主が一定割合反対すれば <laughs> 株主総会の普通決議による承認が必要になってくるということですよね。でこのような流れに持っていくためには特定引き受け人の認定というものが必要になってきます。 これ要件がちょっと細かいのでちょっと行数食っちゃいますよね、ここはね、それはしょうがないと思います。それを終わらせた後要するに特定引き受け人が出現するんですよってことをはっきりさせた後あとはいつものように問題提起、規範定律、当てはめ結論といういつもの3部構成の流れになってきます。問題提起については、201条の3項、4項の通知広告、本文では広告ですけども、それはなされてるんですよね、ここは問題ないんですよ。 ただ特定引受人の名称等の206条の2のこの広告が歌詞があるわけですよね歌詞があるとなされていないそこでどうするかっていうとこのような歌詞がですねこのような歌詞が282条1項2号の無効原因になるんですかっていう,もうそれだけですよね問題提起はね事例から条文へ条文というのは282条1項2号の解釈に持ってくるということですねそして回答例では無効原因となると 原則は原則は無効原因になるんだけども例外的に通知がなされたとしても反対の可能性がなければ無効原因とはならないというそういう流れで持ってってますでこれはこれがだからその平成9年のそのあれですよねあの一般の201条の通知広告がそのなされてなかった時のロジックで書いているということです。 でなぜそういうふうに考えるかというと特定引受け人の名称等の通知広告の趣旨ですよねそしてこれは反対株主の機会の保証が、えー、通知機会反対通知の機会が保証されないということは重大な瑕疵なんだっていうところを持っていけばいいですであとは当てはめ結論としてですね、まあ、ここには書いてないですけども反対する可能性がないと認められる事情がないですよね 反対する可能性がないと認められる事情がないのでこれどういう事情かっていうと例えば他の株主も公社・オツ社の資本関係の強化に賛成しているとかねそういうことが問題文に書いてあればそれは特段の事情があるということで例外の場合になりますけどそんな事情を読み取れませんから原則通り無効でいいっていうことですよね。はいで回答をご覧ください。 もうあとは特に、えー、回答をちょっと読んでる時間がないので回答はアップされてますよね、えー、皆さん見て頂ければと思いますもう登板構成をそのまま。 そのまま回答にしただけです。最後のその肝の部分がこの思うに以降のところなんですけどね。 原則は無効原因になるっていう理由はそれは重大な瑕疵だからだと、えー、特定引き受け人の名称等の通知または広告っていうのはこれは何のためにするかっていうと反対する旨を公開会社に通知する機能を保障するだってこれを教えてもらえなければ反対するも賛成するもできないですもんねだからこれを教えてもらえないってことはそのとても重大な瑕疵なんですとだから原則無効です ただ例外として反対する可能性がないと認められるような特段の事情があるときは無効原因とならないというふうに持っていけばいいですね。であとはそ,のそういうような事情が本文から読み取れませんからだから反対する可能性がないと認められるような事情はないというだけ書いときゃいいですよね。具体的にどういういいい事情ななんていうのはは書く必要ないですよね、はい、ということですね。 では第二問行きましょう。ピントは合ってるかな。はい。では行きましょう。えー、問題一が機関の分野、問題二も機関の分野からの出題で、えー、株主提案権、問題一が株主提案権で、問題二が代理人資格の制限ですね。 で問題1が21行で問題2が9行しかないんですよねでどちらも論点型の問題ですと論点型の問題ですねで問題文の解析していきましょう これだけ問題文長いと第1問も第2問も,もう問題文がそのヒントの方向ですよね当番構成のとっかかりになる方向になってますよね。と、えー「株式会社は半導体等の製造販売を目的とする公開会社であり」と「公開会社ですから取締役会設置会社ですねと」とあとは本文はその議題要領通知請求権305条との関係では少数株主権になりますよとそれで100分の1持ってなきゃいけません6ヶ月持ってなきゃいけません」っていうような。 えー、ところが問題になってくるわけですね結構重い、うん、要件ですねこれねで、えー、監査薬設置会社であるこれは委員会系の会社でもなければ監査薬会設置会社でもないっていうことなんですけど特に本文では問題ないですで弊会社は大会社でもなければ種類株式発行会社でもないこれも要するにそこは考えなくていいよっていうそれだけですその発行する株式を金融商品取引所に上場していないでこれは何か意味があったかな これはなんか若干意味があったような気がするんですけどもあ,あこれは要するに金賞法は考えなくていいよっていうだけのことですね。はい、で平成31年1月1日から令和2年5月31日までの間弊害者の発行済み株式総数は2万5000株であり総株主の議決権の数は2万5000個であったってことは、えー、そのあれですわねあの単元株制度は採用してないわけですね。 で弊会社の定款には、えー、3つ記載がありましてまず事業年度事業年度を、えー、毎年4月1日から翌年3月31日までとする旨ですね二つ目が、えー、2つ目がその事業年度の末日に最終の株主名簿に記載された 株主をもって当該事業年度に関する定時株主総会で議決権を行使することができる株主とする旨要するに基準日です基準日を定めている党のほか株主は議決権を有する他の株主を代理人として議決権を行使することができる旨の代理人資格の制限が3つ目の定款記載事項として、えー、記載されていたというわけですねで段落あ変わりまして弊会社は半導体工場の増設に必要な資金を調達するため でこの目的が書いてあるってことはですねこの募集株式の発行が例えば B の株の指定案件行使を妨害する目的ではないんですよってことをここは表してるわけですよね目的とか意図とかが問題文に書いてあったら、えー、それは割と大事なとこですのでこれもマークしといたほうがいいですよね。で令和2年6月1日を払い込みの期日とする1万株の募集株式を資産家の A に発行しとで募集株式をですね えー、発行したのが6月の1日ですからこれは基準日後ですよね基準日後株主っていうことになりますねで同時その効力が生じたとで本件発行は法令または定架に違反せず著しく不公正な方法によるものでもなかったとこれは差し止め請求210条については書くなっていうふうなことを言ってますねで段落変わって弊害者は令和2年6月2日開催の取締役会の決議により 全事業年度にかかる定時株主総会を同月29日に開催すること取締役5名選任の検討を本件総会の目的である事項とすることに加え A を本件総会で議決権を行使することができる,旨できるものとするものを定め えー、同月10日に集通知を発したとまず議決権を行使することができるっていうふうにしたこれは124条4項で問題ないですよね124、まあまあまあ、いい12条4項で問題ないですねそしてそれを決定したのが取締役会の決議ですけどもこれも298条4項298条4項で特に問題ないですよねだからこの辺の手続きは何の問題もないですよっていうことがずっと書いてあります、えー、触れなくていいよっていうネガティブリストとして書かれているわけですよね でこの場合によって次の問題1及び問題2に答えなさい。問題 1B は平成31年1月1日から本件総会の終結の日まで引き続き250課の議決権を有する株主名簿上の株主でありとでこれで205条の要件は満たしてますわねあっ250円305条の要件っていうのは、えー、これは満たしてますよね、えー。まず6ヶ月前から引き続いて、えー、この会社の議決権の数っていうのはこれ 請求時ですからねこの請求した時には2万5000分の250株250個の議決権を持ってるわけですから100分の1は OK ですよねでところがですね令和2年4月10日に弊害者の取締役に対しあごめんなさい4月1日に弊害者の取締役に対し B および C を取締役に選任する旨の議案の要領を株主に通知することを請求しただからこの時点では OK なわけですよ4月10日の時点でずっと持ってますから。 数も持ってるので、OK、ですとでで。弊害者は本件議案の要領を本件総会の招集通知に記載しなければならないかを論じなさいというふうに書いてます、まあ、ところがこれ請求時には100分の1を満たしてたわけですけども総会終結時においてはですね、まあ、総会開催時も同じなんですけども3万5,000議決権3万5,000株に増えちゃうわけですから。 うんでそのうちの250株250議決権しか持ってないから100分の0.71しか持ってないですねだから100分の1を切ってるっていうことですよね。でなお弊害者の定款には株主定案権の行使要件に関する別段の定めはないのでそこは考えなくていいよっていうことですね。で問題2です。令和2年3月31日時点において弊害者の最終の株主名簿上の株主であった Y 権は、えー、Y 権職員であってえうん。 Y 県、ね、職員であって、弊害者の株主でない D を本県総会における議決権行使の代理人として派遣したと、この場合、弊害者は本件資格制限を根拠に、この本件資格制限というのは定価の定めなんですよね。えー、本件総会への D の出席を拒絶することができるか論じなさい。だから論点が2つあるんですよね。本件資格制限を根拠にできるのかと、そもそもこの定価の定めは有効なのかという有効性を考えなきゃいけないですね。でこれ有効であるという結論 取る方がほとんどだと思いますのでそうした場合に果たしてこの事例本門の事例にその定款規定というのが適用されるのかということを考えていかなきゃいけないということですね、まあ、これはよくある論点ですね。 では第2問の問題1から見ていきましょう議案要領の通知請求権が問題となっていてそして取締役会設置会社では先ほど言いましたようにこの305条という条文を見ていただければ少数株主権であって株式保有要件も必要になってきますそしてその令和2年の4月の10日時点でこれ請求時ですね請求時においては行使要件を満たしているとあ書いてないな行使要件 行使要件を満たしているわけですねでしかしその弊害者は1万株の募集株式を A に発行して6月2日開催の取締役会の決議によってその A を基準日後株主だけども議決権行使できるよってしちゃったもんですから6月29日の本件総会の時点では行使要件これもすいません行使要件を満たしてないですね。行使要件を満たしてない そこでで論点が出てくるわけですよ。この議案要領の通知請求についてはですね、えー、株主提案件も同じなんですけどもそういう請求時に公使要件を満たしていなければならないのは、まあ、当然なんですけれどもその後いつまでそれを満たし続けてなきゃいけないのかとそれは基準日まででいいのかいいっていう説もあれば株主総会の開催ないしは終結時まで、まあ、通常同じ日ですからそこまで満たし続けてなきゃいけないっていうそういうような、えー、説の 対立があるわけですねで。回答例は判例と同様の立場で書いてあります。で、判例とは異なる立場もこのいつものように青で青でですね書いてみました。これが判例とは回答例とは異なる流れです。つまり、議案要領の通知請求を請求時に満たしていればもうそれで肯定するという立場ですね。で、これはまあ要するに あの株主は、株主誰でしたっけ請求する株主はえっと B か、B はん何にも悪いことしてないのにですね会社の一方的な行為によって交渉権を満たさなくなっちゃったと、つまり特段 B に落ち度がないわけですよね、会社側の措置によっていわば一方的に権利を奪われることになって、これは酷じゃないかという、価値判断の問題で、理論的な問題じゃないんですけども、でもそれも。 納得できますよねだからこれをまあ350条の趣旨から考えて、えー、そのその株主総会を活発化するためにあるいは株主の意思をこうより反映させるために重要な権利なんだそれをこう一方的に奪うなんてひどいっていうようなそういう理由付けでも全然いいと思うんですよね。であとですねこの120条4項二十四条四項の正し書きについてはですねこの回答例では触れてないです。項,4条4項については まあ簡単に書いてあるんですけどもそのたし書きでそのえ基準備後株主に議決権行使等を認める場合にはですねあ,のあれですよねあのその基準備株主の権利を害することができないなんていうそのたし書きの規定があるんですけども本文はそもそもこう新しく株式を発行する場合であって株式の譲渡の場合ではないので基準備後株主を害するという基準備株主を害するっていう場合じゃないっていうことをまあ 書こうと思えば書けなくなかったんですけどもやっぱそれでこう2行3行取るのも嫌だなと思ってまあそこは触れなくていいのかなっていうのでうふうに判断してそこは触れてないです、えー、ということですねあとは回答例がどの説で書いてるかっていうのはこの後見ますで問題2の方これは論点2つありましてそれなのに9行しかないんですよねで論点のまず2つ目本件定款規定の効力についてですけれどもこれはもうですね 当ててはめ結論ののみ記述になっますいつも問題提起規案定律当てはめ結論の三、まあ、部構成で書いてくださいっていうことを言ってるんですけどもさすがに休業で論点2つでそれを書く余裕がなかったもんですから本来だったらだからここここをのマークしてあるこれを書きたいんですよ会社法は代理人資格の制限に関する規定を置いていないがこれは定款自治を完全に否定するものではなく代理人資格を制限すべき合理的な理由ですよね合理的な理由がある場合に 相当程度相当と認められる程度の制限を加えることまでも禁止したものではないというのが判例の立場ですね。本来はこここのの定律を入れれておきたたかっとということですこれが1つ目の論点そしてこれで肯定してですね、えー、と制限は認められる定款規定は有効だとした後で、えー、論点2つ目として定款規定の射程距離といいましょうかね、えー、本門の事例には適用されないという話に持っていくわけですね。 で、答案構成ですねで。こちらはその3部構成になってます。問題提起、規範、定率当てはめ結論です。で、請求時には、事例からね、事例から請求時には満たしてる、要件満たしてると。ところが、その後、募集株式の発行がなされて、そして基準備後株主の議決権行使を認めてると、124条4項で認めてると。そこで、総会時点においてはですね、総会時点においては、 行使要件を満たさないことになっちゃいましたね。と。で、果たして、うんん集通知への記載は必要なんでしょうか？っていうことですね。で、起案提示としましては、特段の事情がなければ株主提案案件を行使できないっていう説で書いてます。特段の事情がなければ。株主提案案件は行使できないと。 原則だから行使できないっていうふうに考えちゃうわけですねでなぜかというと理由としましては、えー、その行使要件というのは株主提案権行使のこれは的確要件ちょっと聞いたことない言葉かもしれませんけども例えばね代表訴訟を追行していてでその途中で株主で亡くなっちゃったらもうその訴訟を追行する的確がなくなるじゃないですかそれと同じようにこういう権利というのはですねうんとその行使が終わるまで。 ずっとその要件を満たしてないと権利行使できないっていうそういう考え方ですよね、えー。それを考え方に立ちますということです。だとすれば株主総会の時点で満たしていることが必要ですねっていうことになりますよね。でさらにはこのこの権利というのは特に公開会社においてはですねその持ち株要件だけではなくて株式保有期間の要件まで定められているということはそれは会社に大きな影響を及ぼす権利なんだろうと。 だとすれば会社に一定以上の利害関係があることが要求されてそれは株主総会の終結まあ少なくとも開催時までは維持している必要性があるよねっていうことですよね。で当てはめとしましては特段の事情がないから特段の事情がないから招集通知に記載しなくてもいいっていうことになってきますよね。で問題2ですこれは論点2つあります。 まず本件定款規定の有効性について、本件定款規定の有効性、定款規定が有効かどうかって何条の問題っていうと29条公壇の問題なんですよね。29条公壇には、定款にはですね絶対的最事項、相対的最事項、変態設立事項、そして任意的最事項を記載することができると、このうち任意的最事項については、この法律に違反するした場合には効力を有しませんよって書いています。 そういうこうナショナルルールっていうんですかそれに違反する場合にはローカルルールである定款規定は効力を有しませんよっていうふうに書いてあるんですねそれが書いてあるっていうのは二十九条公団だけですのでそこを持ってくるとそうすると二十九条公団にまで行きますとそこでその会社法の規定その本物の定款規定との兼ね合いで解釈する対象がはっきりしてくるわけですよそれが三百十条一項ですよねで三百十条一項どう書いてあるかというと えと株主総会の議決権というのは代理人によって行使することができるって書いてあるわけでしょ代理人によって行使することができるでこれは強行法規であるとでそうすると何を禁止しているんだとこの規定は何を禁止しているかっていうと条文が議決権というのは代理人によって行使することができるって言ってるんだからそれに反対する反する条文というのは我が社においては当社においては株主総会の議決権は代理人によって行使することが一切できない。 できないって書いてあったら、それは。そのような定款規定は、三百十条一項に違反して無効だってことになりますよね。そうですよね。で、ところが、三百十条一項は、あくまでもそういう禁止を、代理行使の禁止を禁止しているだけで、代理行使の制限までは禁止しているとは読み取れないじゃないですか。 じゃあ制限は全く自由にできるのか定管自治でできるのかって言ったら制限だってそれあまりにもこうきつい制限になればそれは禁止と同じような効果が生じてしまうのでそれはまずいでしょってことになりますよねそうすると結局はその制限方法あるいは制限程度の相当性これが一番大きな判断基準になるわけですよ要するに禁止は禁止していると ということは禁止に類似するような制限も禁止されるべきであるということですね。その一つの判断基準として制限方法、制限程度の相当性っていうのが出てきます。そうすると制限程度が相当であれば、制限根拠がいかに不合理なものであってもいいのかっていうことになると、それはやっぱりさすがにまずかろうっていうんで、制限根拠の合理性というものも要求されるということになってくるわけですね。で、これがま判例の考え方。判例はよくあるパターンですよね。目的の合理性、手段の相当性っていう。 そういうい方向に持ってくるわけですよねこれが310条1項の解釈ってことになりますよね。の問題ですねでそこ29条公団に行くとその会社法の規定に反することはできませんよその会社法の規定って何ですか具体的には310条1項ですね。でそこにはどう書いてあるの禁止はダメよって書いてある。じゃあ制限はっていうとそれについては何も書いてないので。 そこで制限を全く許さないというわけではないだろうと。しかしそれは禁止に類似するようなきつい制限はダメよと。その判断基準として制限根拠の合理性と制限方法制限程度の相当性で判断していきましょう。で、これで有効ってことになるわけですよ。有効ってことになると、そうすると次の論点として、定款規定のその射程距離ですよね。本文の場合には、もしこの定款規定が有効だとすると、定款規定に違反するような うん取り扱いをなそうととしているととそれはどうなのっていうとう本文の場合にはたとえその非株主であるこれ誰でしたっけ職員でしたっけこの人に Y 県の職員にですね議決権行使を認めたとしてもそれは議事がか乱される恐れがないだろうとそうするとそれは定款規定の効力が及ばない効力×っていうのは効力がないって意味じゃなくて及ばないですね及ばない定款規定の効力が及ばないわけですね。 でそれがなぜそう言えるのかというとそれは定款規定の今見た趣旨から持っていくわけですねつまり株主以外の第三者が総会に参加して議事がかく乱されることを防止,するため防止するために規定を置いたわけだからだからそもそもかく乱の恐れのない場合には、えー、拒絶議決権行使を拒絶することはできないというそういう結論に持っていってもらえばいいですよね。はい、それでは回答です。 まあ、特に時間を置かなくていいですね公開会社だから6か月前から保有してなきゃいけませんと取締役会設置会社ですから、えー、100分の1以上持ってなきゃいけませんということですよね。で本問では引き続きずっと250株250議決権持ってるんですからこの令和2年4月1日時点つまり請求時請求時においては 要件をこれ満たしてるんですよね要件満たしてるところがその後募集株式を A に発行してそしてその A が議決権行使できるよってしちゃったんですよねそこで公、えー、使基準を本件総会の時点では公使基準をこれ満たさなくなっちゃったんですよねそうするとそういうような場合に議案の要領の通知請求権は認められないかっていうそういう問題ですね <laughs> これでも当連出した時もあのゼ,ミゼミ生の皆さんの答案をもちろんまあ採点するわけですけどもやっぱりできてなかったですもんねこれ知らないとなかなか今見ると知らないと書けないですねこれねなかなかね何の問題なのかっていうのはねうん適格要件の問題だなんて言われてもね民事訴訟法やってるわけじゃないですからねはいで、えー、でですね「思うに思うに」ですね ここですね思うにこっから先はもう当連の回答のまんまです当連の回答そのまんま持ってきてます、えー、原則は株主提案権の行使要件を書くと株主総会の開催時まで要件は満たさなきゃいけないよとで例外として請求権を妨害する目的で新株を発行するようなそういう特段の事情があれば別ですけどねっていうこれもよく判例が使う。 ロジックですよねでなぜなんですかというその理由付けこれももう当連の、うん、その回答例のまんまです。なぜなら1公衆要件は議案の要領の通知請求権の適格要件であり株主総会の時点で満たされていることを要すると解するのが分離上も素直であるし 要すするに形式的な理由ですよねそして株主提案権のような会社に大きな影響を与える権利は会社に一定以上の利害関係を有する株主にのみ与えられるべきであるとだから株主総会の開催時まで交渉権を維持しなければならないと考えるのが妥当なんじゃないかと要するに形式的な理由が1で実質的な理由が2という一番まあ強い理由付けの仕方ですよねであと縦3で当てはめですね。 本件で弊害者が請求権を妨害する目的で新株を発行したというこの特段の事情なんかないよねってことですよね。これがないとないいととだとすれば弊害者は本件議案の要領を株主総会の招集通知に記載する必要はないという結論になりますね。まあ、結論はどどっっちでででもいいいいんすすけねさえてれば はいで問題2です、これはもう当連のこれ回答そのまんまなんですよね、ただ行数が短いので問題提起を省略してるってだけです、だから普通に問題提起風にすれば、ですね弊害者の本件資格制限に関する本件定款規定の有効性が問題となると、の有効性が問題となるって書けばいいですよね、ここにね、定款規定、まあ書、書かなくてもいいかな、えー、の、定款規定の。 有効性が問題となると思うにと思うにえあれですよね。株主以外の第三者が総会に参加することをかく乱することを防止し会社の利益を保護するためのものであるしたがって合理的な理由に基づくものでありまた議決権の代理交渉を全く許さないというもので はないから、相当と認められる程度の制限である。したがって、三百十条一項に反せず、有効である。と、まあここですよね。その形式的には、この二十九条公断の問題で,で、実質的にはこの三百十条一項の解釈をしているという。これで、一つ目の論点がおしまいですね。でしかし、縦に当該定管規定というのは、そもそも制度趣旨が議事の拡乱防止にあると。とところが その県庁の職員がね県庁の職員でそんな荒れた人は県庁の職員になりませんからね議事がか乱する恐れがないだろうということで、えー、本門の事例の場合には当該定款規定の効力は及ばないでしょうってことです。だとすれば出席を拒絶することができないつまり定款規定は有効なんだけども定款規定の効力が及ばないってことはその法律が法律310条っていうのが 原則ですよねで例外でそれを変容しているのが定款。ところが定款規定の法令が及ばないってことは原則がそのまま適用される原則がそのまま適用されるから代理人による議決権行使を認めなければならないというこういう流れになるわけですよねはいいかがでございましょうか、えー、それではですねはいそれではこれで終わりますどうもお疲れ様でした